皆さんこんにちは、お元気でしょうか、今回もちょっとね更新が遅れてしまいましてすいません。前回の購入品紹介の時に言ったと思うんですけど、アイハーブでお買い物を久しぶりにしました。そして、7000円ぐらいって言ってたんですけど、どうやら勘違いをしていまして、1万1000円ぐらいお買い物してて、それで、9000円ぐらいの、9039円だから、それぐらいのお買い物をしました。少しずつ、紹介します。皆さんの参考になるかはちょっとわからないんですけど、とりあえず買ってみてよ、みたいな感じで、はい、紹介していきたいと思います。そういったわけで、一つずつ紹介していきます。で、金額とか商品名が、いつもなら入ってくるんですけど、紙に書いたやつが。これがね、今回入ってなくて、何がいくらとかちょっとわからないので、こう商品とどんなものかだけの紹介になってしまうんですけど、すいません。そこはすいません。まずはですね、こちら。わかりますかね？お、あ、光るね。ダシフィカっていうのかな？ダシフィカっていうところの、これは、ビーチキッスというもののリップグロスになります。で、今初めて開けたのですが、こんな感じの色のね、グロスになります。塗ってみるとわかりますかね？こんな感じのグロスです。で、中には落ちにくい、飲み物を飲んでも落ちにくいっていうくじ込みも多少あったんですけど、色がすごい可愛くてちょっと買ってみました。私こういう色のグラスが実は一番好きなので、これをちょっと1000円ぐらいで買えたので買ってみました。動画で紹介してから使おうと思ってたので、明日から、使ってみたいと思います。バジャーのものになります。こちらは、肩とか、いろんな痛いところに塗るといいっていうタイプのものの、ちっちゃい方ですね。価格は確か500、600円ぐらいです。まだこれもね、開けてないんですね。これもなかなか使い機会がね、ちょっとなくって、開けてからだったら自然に使うかなとは思うんですけども。で、こんな色ですね。ちょっとつけてみたいと思います。どうなんだろう。うん、匂いはすごい。あ、こうアロマっぽい匂いがしますね。で、ちょっと多少スースーするような気がします。これちょっとね、私仕事柄ちょっと肩とか凝りやすいので、ちょっとこれをね、使ってみたいと思います。ビジュシャンズフォーミュラの、このチークにもアイシャドウにもシェーディングにも使えるという有名なものになりますね。私このメーカーは初めて使うんでデビューなんですけど、最近これを使っているんですが、なんかオーガニックな感じですが、発色はすごくいいですね。で、なんかナチュラルメイクに向いてると思います。で、私はシェーディングはしないので、だいたいアイシャドウに使ってます。で、チークにはちょっと薄い気がするので、まあアイシャドウに最適かなって私は思ったので、アイシャドウに使ってます。で、チークに使うときはこの上から他のチークを重ねたり、あと仕込みチークをしてその上からうっすら乗せるみたいな使い方をしてます。で、色味なんですけど、結構紹介してる方がいるので、あんまりこう詳しくは紹介しないんですけど、こんな感じな発色ですね。結構ね、つきますね。まぶたに乗せるとすごく綺麗です。で、皆さん言ってるようにブラシはね、
ちょっと硬くて使えないので、使ってないです。このコーヒーですね。ネスレのコーヒーになります。で、ヘーゼルナッツ味らしいですね。これね、紹介してる方がいらっしゃってちょっと気になって、しかも最新で出ていたので買ってみました。この通りまだ開けていないので、味はまた飲んで気に入ったら紹介したいと思います。ちなみにハッピース入ってますね。価格いくらだったかちょっと忘れてしまったんですけど、まあ、500円はしないぐらいで買えたと思います。リピート品になります。こちらです。サブチャンネルでお気に入りでも紹介しました。こちらの美容液になります。これ2本目ですね。これは私すごい好きですね。こちらを使い出してから肌が綺麗になった気がします。で、シミとかシワとかに効いてるかって言われたらちょっとわからないんですけど、まあちょっとは目立たなくなったんじゃないかなっていう感じはします。で、塗り心地はすごく伸びるので、あと、匂いも柑橘系の匂いで癒されるし、浸透も早いので、私は大好きなので、これはリピートしました。これを買うためにアイハーブで買い物を今回したって感じです。ローズウォーターで有名な、ところのやつなんですけど、そこのオイルになります。このオイルを使い始めてからいいことが起こったとかの口コミがすごく多いオイルなんですけど、私の場合髪の毛がすごく短いので、一回で使う量が、本当表現がちょっと難しいんですけど、コンタクトぐらいって言えばいいのかなぐらいの量で済んでしまうので、まだそんな減ってないんですが、いいことがあったかなっていいことあるかないかはちょっとわからないんですけど、でもすごい使い心地はいいですね。オイルなんでそれはちょっとべったり感はあるんですけど、香りはちゃんとローズで、ローズもきついとか薄いとかあると思うんですけど、このローズは本当きつくなくて、ほんのりローズみたいな感じなので、あんまり匂いが好きではないという人でも使えるオイルかなって個人的には思います。はい、これ大容量なので、もう、これだったら1年持っちゃう人もいるんじゃないかなってぐらいなので、はい、おすすめです。で、私は肌には使ってないんですけど、これ全身使えるオイルなので、この時期乾燥が気になる方は全身に使えるんで、このね、大きさだったら全然コスパもいいと思います。価格が確か700円ぐらいだったかな。すいません、全然覚えてないんですけど、とにかく安かったので、こちらおすすめしたいオイルです。化粧水ですね。もう買ってみました。開けてみます。まだ使ってるものとか、この間おすすめした、なんだっけ、グリコのものもあるので、ちょっと使うのはまだ当分かもしれないんですけど、前、初めてぐらいにアイハーブを買い、アイハーブで買い物した時にこれのちっちゃい版を買ったんですよ。そしたら、その後いろんな人の動画でこの、ローズウォーターを紹介してる方がいて有名なのを知って、で、その時の買った時も、なんかすごい良かったなと思って、今度は大きいのを買ってみたんですけど、これもね、さっきのローズオイルと一緒で、ローズの匂いがそんなきつくないし、このシュッシュッってできるのが、もう手軽ですごい楽でいいと思って買いました。で、この化粧水は結構、なんて言うんでしょう、ベタベタじゃないか。なんか浸透とかは、いい悪いって言ったら、いいのかなっていう風に思います。で、やっぱり人気なのは多分香りとか、あとこの時期持ち歩くのにいいとか、そういうところかもしれないんですけど、もうあと大容量での価格、コスパもいいので、これも確かね、600、700円ぐらいで買えたと思うので、はい。これからの時期、乾燥気になる方、
乾燥した時にシュシュってやる、手持ちで化粧水を持ったりとか、まあ、スキンケアで使ったりいろいろ用途が効くのでこちらもいいと思います。すごい有名なオイルですよね。アキュレのアルガンオイルです。これ口コミの多さとなんかいろんな YouTuber さんが紹介してるのを見て買ってみました。なんかこう口コミを聞く見たりその YouTuber さんのを聞くと肌が良くなった、ニキビが減ったとかいろんな意見を聞くので私もちょっと使いたくなって、しかも冬はやっぱり保湿が大切だし、こうオイルを取り入れるのはやっぱいいなと思って買ってみました。これがリピートになるのかはね、使ってみないとわからないですけど、一応今日から使ってみようかなって思います。サプリメントっていうのはそんなに取らないんですけど、ちょっとあの PMS とかがひどい時があるのでちょっと予防のためにと、こちらのサプリメントを買ってみました。でこれ500円600円ぐらいだったので2つ買ってみました。で1つに100錠入ってて、最初の3ヶ月ぐらいは3粒ずつ飲むといいということが書いてありあったので、ちょっとそれをやろうかなと思って買ってみました。まだ飲み始めて3日、今日で3日なのでまだ効果はわからないんですけど、まあ続けることに意味があるのかなって思います。で粒の大きさがやっぱり日本とは違うので、アメリカのものはこんなでっかいんですよね。それを3粒ってちょっと飲むときにしんどいかなって思うんですけど、私結構大丈夫なのでこちらをちょっと続けてみたいと思います。ビタミン C とか、まあ野菜のサプリって言えばいいんですかね、こちらを買ってみました。ドクター読めませんこうやつですね。はい、ごめんなさい、読めないんですけど、なんかどうやらサプリメントでなんか有名の人がこう写真が載ってるんですけど、この人が作ったんでしょうね。すごくいいっていう口コミが多くてですね、でこれも結構マルチビタミンのような感じなんですかね。これもね1回に3粒とか1日に3回1粒ずつとか飲んだ方がいいらしくって、で120カプセルぐらい入ってるのかな、うん、入ってまして、価格が確か800、900円ぐらいだったと思うんですけど、1日3粒で、結構120粒ってことは結構持ちますよね。でこれを飲み切ってなんか効果があればまたリピートしようかなって思ってるサプリメントなんですけど、これもねやっぱこんな、うん、大きいんですよね。はい、粒がね大きいんでちょっと飲みづらさはあるんですけど、私は全然さっき言ったように大丈夫なので、さっきの3粒と、こっちの3粒を一緒に飲んじゃうんですけどびっくりされるんですけどね。で香りはね、いろんな香りがします。なんかあ、なんだろう、サプリメント独特な匂い。結構アメリカのサプリって結構ね日本のサプリと違って粒は大きいし効果もなんか出やすい感じがあるのかなって個人的には思っていて、まあ英語で全然読めないで何が書いてあるかちょっとわからないんですけど、口コミの多さで選びました。こちらの歯磨き粉ですね。これなんか口コミの多さと、あとなんかおすすめ品とか探してたら出てきたんですけど、どうなんでしょうね。こちら歯ブラシ使って、歯ブラシじゃない、こちらの歯磨き粉使ってる人いらっしゃいますかね。なんかさっぱりするっていう口コミで決めたんですけど、で価格も600円ぐらいで安かったのでちょっと使ってみようと思ってはいたんですけど、使ってる方いらっしゃいますかね。初めてなんですけど、ミントの味でさっぱりするからすごい好きっていう口コミが多くてで決めたんですけど、はい、まだね
今の歯磨き粉が残ってるので、それが終わったら使ってみたいと思います。食べちゃったんですけど、ダゴバのミルクチョコレートで 37% カカオってやつなんですけど、これね、個人的にはね、普通でしたね。オーガニックチョコレートなんですけど、すごいちっちゃかったですね。で、価格が多分300円ぐらいで、最初見た時ちっちゃって思ったんですけど、ミルクチョコレートでした。ただ、オーガニックのチョコレートなのでちょっと安心感はあるかなっていう感じはあったんですけど、あっという間に食べきっちゃいました。はい。これは、ミルク感は、そんなになかったようなあったようなっていう、カカオが少ない分じゃミルク感強いかなっていうのはあったんですけど、そんなにミルクミルクはしてなかったですね。最後になります、こちらです。これも有名ですよね。オーガニックの、ゴールデンマンゴーティー、ゴールデンマンゴーグリーンティーです。はい、これね、今ね、寒いので、ちょっと、お茶を飲むということで、ちょっと頼んでみたんですけど、これも有名な、あれですよね、ジャムとかのところのやつですよね。これを使ったお茶なんですかね。わかんないんですけど、美味しいっていう口コミがすごく多くて、はい、買ってみました。で、価格も確か400円ぐらいだったと思うんですけど、今の時期こう寒いのでね、飲みたいなと思って、しかもオーガニックなので寝る前とかにも飲めるし、なんかリラックスできそうなのでちょっと買ってみました。開けてみますね。こんな感じで入ってます。あ、なんか香りはグリーンティーの香りが強いかな。で、マンゴーの香りはこのままじゃちょっと感じられないんですけど、飲んだらどんな感じかちょっと楽しみです。はい、そういったわけでちょっと長くなってしまったんですけど、アイハーブでお買い物した、ものが届いたので、紹介してみました。皆さんアイハーブでリピートしているものとか、これ良かったよっていうものはありますか？もし良かったら次回、買い物するときに参考にしたいので教えてください。私はこんなアイハーブで買い物はしないんですけど、今回ね、美容液を買う機会で、いや、どうせだったら、1万円ぐらい買ってみようかなって感じで気軽に買ってみたので、この中でリピートするやつが何個あるかなっていう感じではありますが、またお買い物したいと思います。で、初回しかダメなんですけど、私の、紹介コードを入れていただくとちょっとお得に買えるので、よかったら使ってお買い物してみてください。まあ、アイハーブ結構お買い物してる方がいらっしゃいますので、新規って方はもう少なくなってきてるとは思いますが、よかったら使って買い物してみてください。概要欄に載っけておきます。はい、そういったわけで長々お付き合いありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。